ナです。ツナ。うん。あ、美味しそう。軽く混ぜて完成です。はい、皆さんこんにちは、高島慶香です。今日はですね、すごくインスタと YouTube でも本当に好評だった作り置きレシピ夏バージョン第2弾お届けさせていただきたいと思います。1品目でれん、トマトとキュウリのひじきツナサラダです。2品目、ゴーヤの梅おかかあえ。3番目、そして万能薬味だれ、よく一番使えるやつですね。ぜひ皆さん注目しておいてください。4品目がサバの南蛮漬けです。5品目が揚げ出し高野豆腐になっております。今日は5つさっと作っていこうと思うので、皆さんぜひ見ていってください。ゴー。こちら戻したひじきとコストコで買ったツナ缶でピリ辛のと、きゅうりとトマトを作って1品目作っていきます。小さいミニトマトを何等分にする感じ。ということでですね、見てください、こんな感じでボウルにひとまとめにしてまとめました。ひとまとめにしてまとめました、まあ、入れます。でそのままですね、水に戻しておいたひじきを軽く食感出すために油で入れたいと思います。なんか水に戻しただけだとちょっと硬いじゃんかな、だからそういう感じ。一周ぐらい、いったひじきをボウルに入れちゃいます。はい、ちょっと軽く混ぜますね。あちちですね。はい、ツナ、トゥナです。トゥナコストコで買った。はい、ピンとは言いません。トゥナ、トゥナです。トゥナ、トゥナ見て、美味しそうじゃない。これ赤いんですけど、まあ赤いんですけど、ちょっとこれでほんとこれだけでも味付いてて美味しいんだよね。さあこう、さあこう、ちょっと古いねこれはもう多分、でもね、きゅうりがさ結構ほら水気あるじゃん。ツナだけではちょっと味が足りないのでですね、こちらでちょっとサマー風な感じでやりたいと思います。もうほら混ぜてこれだけでも美味しそうじゃない。で米酢を入れます。で2周、いや3周、お砂糖。この米酢が結構しっかりだから、私はこれちょっと多めに入れてます。大さじ2杯ぐらい。お醤油入れます。これも1、2杯ぐらい。塩コショウ、ちょっと一回混ぜて味見してみようか。うん、こんなふうだ。完成。ドゥン。ごま油をね使っていて、なんツナもコストコ の韓国 のツナを使っているんですけど、なんかもうそれにも味がついているし、でもトマトとキュウリ自体がちょっと水気の多い食材なので、しっかりとまあ、気になるって人は最初に塩もみして水抜きしてもいいと思うんですけど、私ちょっとめんどくさいんでぶっこんじゃいました。なんですけど、まあその味付けとかして最後汁が出たらそれは省いちゃって入れて、で冷やすとすごい美味しいので、ぜひ皆さん真似してみてください。夏のね食卓に彩りもいいし、ちょっと夏バテ気味暑いなっていう時にさっぱりな味付けなので、ぜひ
いかがでしょうか。はい、2品目はゴーヤの梅おかかあえです。はい、こうやって梅さんを結構使いたい、梅ラブだから。いいね、いいね。入れます。やば、落ちた。さっと茹で、軽く絞ったゴーヤをボウルに入れて、さっき分けた梅をこの中に入れて、私は梅が大好きなので梅いっぱい入れます。砂糖を入れます。香りが出るのでいっぱい入れます。調味料はお醤油だけです。混ぜます。味見しますけど、めちゃめちゃ美味しい。醤油しか使ってないのに、その梅干しの塩味とあの鰹節の風味がお醤油とマッチして、もうほんと夏バテ防止にもいいし、もう夏にぴったり、ほんと最高。大人には最高だね。なんか子供だとちょっと苦いとかあるかもしれないけど、めちゃめちゃ美味しいんです。本当に最高。これぜひ真似してみてください。3品目は万能薬味だれを作りたいと思います。今回はですね、みょうがとネギとエゴマとを使っていきたいと思います。あのエゴマはうちにあったんでエゴマを使うんですけど、普通に、大葉とかで全然大丈夫です。みんな大好きみょうがちゃん、細かく切ってるんで、こちらでいきたいと思います。もうあとはぶち込むだけです。でここに私はめんどくさいからチューブのニンニクを入れます。で生姜も入れます。まあ大体こんぐらいかな。めんつゆを大さじ、とりあえず2杯で、白だし大さじ1杯、ごま油、気が済むまで。これだと結構固まってるじゃん、タレで。サラサラにしたい場合、気持ちお水入れます。大さじ1杯、醤油、お砂糖、あ、いいんじゃない？いいと思う。入れるまま忘れてたよ。じゃーん、万能だれです。完成。今日はね、高野豆腐とかそういうのもあるから、それにかけても美味しいようにしてるんですけど、お好みで一味だったりとかかけてちょっとピリ辛にしたりとか、まあ、コチュジャンとか豆板醤とかちょっと入れて韓国風にしたりとか、そうお酢とかも入れてさっぱりにしたりとかも全然できるので、ぜひ皆さんやってみてください。何でも使います。4品目はブリの南蛮漬けを作っていきたいと思います。ブリはもうすでに塩つけてちょっと置いてます。もうめんどくさいから私はね、お皿を移し替えないでそのままこの上でやってますけど、はい、まず玉ねぎです。
玉ねぎを薄くスライスして切っていきます。薄切りですね。はい、こちらをですねボウルに入れます。これはスーパー時短なんですけど、私はこれをチンします。800ワットで1分チンします。はい、続きましてパプリカ、これだとちょっと長いのでこんな感じで半分に切ります。で、黄色いパプリカも切ります。これに関してはもう彩りですね、完全なる。なんか別にパプリカじゃなくて人参と、玉ねぎの細切りにして、それで南蛮漬けでも全然美味しいですよ。私はなんかこう夏っぽいじゃん、ピーマンって。だからピーマンにしてますけど、あ、チンしてきましたね。ピーマンは2つ使います。じゃん。できました。チンした玉ねぎさん、こんぐらいにとても、あんまりこうチンしすぎるとしなしなになるので気をつけてください。このタッパーにですね玉ねぎをじゃん入れます。でですね、こちらの人たちもすべて入れます。やばい、目が痛いよ。やばい、涙出てきた。涙などみせまいんですね。涙めっちゃ出てる。めっちゃ涙目。何が楽しくてこんな泣いたのやって。めっちゃ悲しい。玉ねぎのせいで化粧が崩れます。あの大人関係で換気扇を回せないものですから、ちょっと涙がね。失礼しました。はい、これにお酢を入れます。大好きかってお酢、生漬けだからね。そりゃそうか。で、砂糖入れます。米酢だから結構ね、私はあの南蛮漬け結構甘めが好きなので3倍ぐらい入れます。お醤油入れます。これはねもう完全なる目分量なんですが、多分4周ぐらいしたと思います。今なんかお子様とかいらっしゃるお家は簡単酢とか、まあ、うちも使ったりするんですけど、簡単酢めっちゃ使えて好きです。私今まださお野菜が切ったばっかりなんですけど、これを置くとね結構しなしななってね、ひたひたになるから、全然少なくてもちょっと大丈夫、少ないかなと思ったら気にしないでくださいね。あ、なんかすごい太いの痛くなって。なんか痛いさ、お家のご飯なんてこうで。続いてブリの出番です。切ります。ね、ここね片栗粉、なんか結構ね私は片栗粉をしっかりつけたい人です。の方がカリカリ上がるから、こんな感じ。はい、こんな感じです。はい、揚げましたのでここに入れていきます。なんかこれはさ、油入った方がさ美味しいから、私はそのままやっちゃってます。完成、ブリの南蛮漬けです。いっぱい食べたかったらブリでもいっぱい買って入れてください。なんか大きいタッパーとかあれば。それでこれで何日か漬けと、1日、明日が一番美味しい。まあ多分今日は食べちゃうんですけど、それでも美味しいです。ぜひ真似してみてください。はい、続いては最後の品、揚げ出し高野豆腐を作りたいと思います。まあ、これは超簡単。はい、すごいいっぱい入れてるんですけど、これは表で、はい、こんな感じ。あとはもう揚げるだけです。
はい、ということで完成です。ただただ揚げただけ、粗熱を取って蓋を閉めて冷蔵庫に入れてください。はい、ということで完成しました。高野豆腐はね、このそのままの戻した形で今回は分かりやすく、あの万能だれをね、作った万能だれをかけたかったのでこのサイズにしたんですけど、あの揚げる前に普通に食べやすい大きさに切って揚げても大丈夫なので、皆さんは食べやすい大きさに切ってあの使ってください。高野豆腐はですね、あの南蛮漬けのタレみたいな感じ のさっぱりした感じのものにも合うし、こういうあの和風の万能だれとしても合いますし、本当に何にでも高野豆腐は合うの で食感とかもお豆腐、揚げ出し豆腐とは違って、普通の豆腐というよりかは高野豆腐の方が食感も楽しめてジュワッとなるので本当に美味しいのでおすすめです。こんな感じ、じゃん。はい、ということで5品夏の作り置きメニューなんですが、いかがだったでしょうか。こうね、パッと見ると結構彩り多くて、今回夏野菜をメインにっていうのと、あとあのさっぱり、まあ、なんか夏バテ気味の時とかに、まあ、これだったら食べれるっていうので、まあ、高野豆腐だったりも選んでいるので、まあ、この夏皆さんの食卓にならたくさん並ぶ出番が来たらいいなと思っております。皆さん参考になったと思ったら、チャンネル登録と高評価、そしてコメントもお願いします。チャンネル。